はい、皆さんこんにちは、まいちくです。今日もドリスピー楽しんでいきましょう。いつもコメント高評価ありがとうございます。前回ねリニューアルした無料カオーダ11年ね、あれまとめて弾いてみたってやつをねあげました。まあリニューアルされる前からね結構企画としてやってきたんですが、やはりねリニューアルされて新しい車両がね、まあ3車種増えましたよね。それでねこちら、まあ、前回と同じように、まあ無料カオーダ11年ね弾いていくわけなんですが、このね皆さんもすでにご存知ですよね。まあ星7、初めてね星7っていうものが入って、この MY17 ね 0.010%、 まあ確率で言えばねほんと低いものなんですが、まあ実際僕のリスナーさんだったり、まあ、何人かの方がねこの MY17 ゲットしたよっていう方が本当実際おられました。まあ、すごい確率なんですが、なかなかね自分自身が当てないとね実感がないっていう部分が確かにあるなと思いました。コメントでもね本当に出るんですかっていうね内容のものがいくつかありました。まあ先ほども言いましたように、実際に当てておられる方もいますし、ちゃんとスクショでねツイートしてくださってる方もいましたので、間違いなく当たるんですが、どうせなら、まあ、自分の欲しい車両が出たらいいなっていうものがねありながら、まあ、この企画の一番としては 0.010% MY17 当たるまでやめれまってんっていうね企画っていう感じでね、まあ、前回のものをね第1弾と考えるなら今回は第2弾目となるんですが、前回は12枚ね引いてきました。今回はねあまり長くなりすぎてもということで10枚ですね引いていこうと思います。110連の中で MY17 が来るのかどうか、もし来なければね次回も引き続き MY17 が出るまでこの企画を続けていこうと思います。このね第2弾目で終了してもいいので、このね MY17 が出てくれたら嬉しいですね。 MY17 本当に来るのかどうか検証も兼ねて引いていきます。まずは赤トレが出てくれたら嬉しい。そして黒トレですからね MI17 は、まあ、無料カーオーダーで黒トレがね見れる時代が来たんですね。本当に以前も言いましたが、まあ無料カーオーダー11年というものは赤トレが来て、さて何が出るかっていうねこの STI かワクワクがねある無料カーオーダーですよね。それがねリニューアルされてまさかの黒トレが入ってるっていうね。さて2代目バイパーでもね結構こういう風にね引いてると来てくれるんですよね、ありがたいことにね。はい、最初の11連に2台ね赤トレ来てくれました。個人的にはねこのインプレッサ嬉しいですね。これでね実は星7にねできるんですよね。このね11連無料カーオーダーとは別にね星7まとめてね爆誕っていうね企画もやってるので、このインプレッサーもね次回その中にね含めていこうと思います。さてでは引き続き22連目引いていきましょう。来るかな、黒トレが来てほしいですね。さて星4で M3、赤トレでもね前回みたいに FK8 が来てくれたらめちゃくちゃ2000GT かね、 2000GT も星7にしましたよね前回ね。 FK8 と 19R はね本当に来てほしい車両の一つなので、マスタング、これもいいですね。結構いいですね、今日もちゃんとね赤トレ来てくれて、いや素晴らしいですね。さて5ペン、まあね11年の中でね赤トレ1台来たらまあまあ悪くはないですがね、こう2台来てくれるのでねありがたいですね。 2000GT とマスターが来てくれました。どんどん引いていきましょう。33連目、さて黒トレは来るのか。はい、エボ、そしてまた星4で Z32、 これもね星7解放されているのでね集めてます。アリストも集めてますね。星4でも星7解放されているものでまだ完成してないものは嬉しい。 LFA いいですね、赤トレ来てくれますね。 LFA もね星7早く解放してほしいなという1台ですね。で33、ね、34もね
死なら解放してくれたので、サンサーもね、待ち遠しいですね。さて、チェイサーも死なら解放されてますよね。そしてアカトレ3代目。いいですね、コルベット。なぜかね、星7、固定のね、コルベットは出てるのに、このね、初代コルベットが、まだ星7解放されてないんですよね、残念なことに。この子もね、早く星7解放してほしいですね。いい感じですね。では、44連目ですね。行っていきましょう。さて、何が来るか。このコルベットじゃないな。そしてスープラ70、赤トレ、そして黒トレが来てくれるか。黒トレ来たらね、本当にもう時が止まるんじゃないかな。スープラは可愛い。さあで赤トレ来ないかな。リスペック2はね、嬉しいですね。何台来てくれても僕の大好きな34ですね。80と34は大好きですが、今回は来なかったですね。まあ普通って言えば普通ですよね。こういう風に中トレが来ないのも普通です。はい、では引き続き引いていきましょう。55連目ですね。星音社から、そして赤トレか黒トレか、そろそろ驚愕するような出来事を目の当たりにしたい。見てくださってる方もみんなそう思ってるに違いないんです。クラウン違いないんですが、さあ赤トレで、うん、ファイナルエディションですね。 S6 シオンですね。シオン車が続いて、ここで急にね、黒色のトレーラーが出たらちょっともうびっくりですよね。まあその時がいつ来るのか楽しみではありますが、まあ淡々と続けていきましょう。66連目ですね。はい、まずは星4社からの、はい、カマロね、赤トレで M3、 これもね、いいです。続けてエルフへ、今日2代目ですね。2台続けて長取り来たらちょっとねテンション上がります。そして3代目、あ、 M5 いいですね。赤取りね来てくれますね。やっぱり結構いいね。うん、そして星勝者、うん、まあこの流れでしょう。3台来てくれてるのでね、十分ですね。ただまあこのね、M3、LFA、M5 と赤トレ3台来てくれましたが、まあ狙うはね、あの黒トレなんですよね、MY17。MY17 出るまでやめれませんなので、さて77連目、引いていきましょう。実際皆さん、これ見てくださってる方、MY17 出た方いますか？ねえ。出たらどんな気持ちなんでしょうね。無料カーオーダーで黒トレが来る時代ですからね。以前は MY17 ってね、本当リアリティの高い車両で、いや、みんなの憧れのね、ドリスピユーザーの憧れの車両の一台だった時代もありますからね。それが無料カーオーダーでゲットできる時代です。いやー、時代の流れってのはね、早いですね。S2000 も嬉しいな。うん。で、クラウンアスリートね。赤トレさんは今日はお休みでしょうか。この11年無料カーオーダー、77年目はお休みだったようですが、まあよきよきですね。さて88連目、押し読んでアリスト、そしてサニーですね。黒トレ来るかな。 0.010%、急にその時は来るんでしょうね、フォーカスくん。いやもう本当よくわかってるね、フォーカスは。どういうタイミングで出たらね、なんか自分の一番受けのいいタイミングかっていうのをよくわかってくれてるね、フォーカスくんは。さて黒トレ、
来るのか来ないのか、赤トレで、NSX ということでした。まあ、黒トレは来ませんでしたが、僕のね無料カードは11での中では定番となっている、まさに素晴らしいタイミングで来てくれるフォーカス君と、そして最後の最後に一応赤トレが来てくれたという感じでした。さてあと22連となってきましたね。これで99連目かな。やっていきましょう。黒トレは見れるのか。70でシオンシャーインプ、さあ第2弾でいきなり黒トレ 0.010% を、おっ MK8 来てくれましたね。これは個人的に非常に嬉しいですね。一応これでこの11連ね、まとめて引いてみたも、第2弾外れではなくなりました。僕の欲しい車両です。いいですね、よかった。いや一安心ですね。あとはもう黒いやつが来るだけです。あの 0.010% が最後の11連で来てくれるかどうかになってきました。さてどうなんでしょう。シビックのタイプ R FK と来てくれました。さあこの最後の11連110連目で来てくれるのか。 19R でも嬉しいですが、まあやはり黒トレ 0.010% 来てください。星4でカマロ、星4、さあ赤トレ、お、あ続けて RGT、 いいですね。あ3台連続、あバイパー、おお最後の最後でいい感じですが、求めるは黒トレなんです。赤トレすごいな。19R、 よしよし、いや持ってるなこれは。フォーカス、そして赤トレめっちゃ来ますね。お R チューン、すごい流れですねこれ。いや黒トレは来ませんでしたが、次回に続く流れではないでしょうか。最後の110連目、このね STI パフォーマンスコンセプト星5来ましたね。いやこれもリアリティの高い車両ですよ。そして RGT で、まあバイパー、この辺りはいいんですが、これ 19R ね、この車両ね、以前僕がスピチケでゲットした時本当喜んだ車両なんですよね。まあ実車でもとてもリアリティの高い車でね、本当まあ化け物ですよね。車両自体がこの体には似合わない素晴らしい走りをする車両なんですが、もしね気になる方は、僕ねこの 19R の動画も出しているのでよかったら見てください。そしてまたねすごいタイミングで出てくるこのフォーカスですね。そしてこのニスモ34 R チューン来てくれました。いや素晴らしい内容だったと思いますね。うん納得ですね。まあ 0.010% は来ませんでしたが、110連こういう結果となりました。はいこちらプレボから持ってきました。以前のね無料カーオーダーで FK8 の方はご紹介したので、少しねこの19R も見ていきましょう。こちらもサムネの3台の中の1台ですね。登録して見ていきましょう。ほんとねかっこいい車両なんですね。マットなね感じのブラックですね。マットブラックがとてもかっこいいですよね。これドレスアップでエクステリア、ホイールはねまあ僕がねつけたいホイールもあるんですが、このね BBS のこのねホイールとかも好きですね。あと、まあ、この黒マットブラックだからこそねこの赤とかね似合うんですよね。これがまたその中でもですねこれもねいい感じかな。あとやはりねこれですね、これが合うんですよ。 TC4 見ていきましょうね。この19R やっぱりかっこいいですね。このねなんかずんぐりむっくりっていうんですかね、まあ体はねこういうすごい丸いねボディですけども、ほんとねエンジン含めてねもうスポーティーに仕上がってる車両です。まあステータスの方はねこんな感じですが、まあ図鑑で皆さん見ることができるのでねご存知だと思いますが、まあ今回のね無料カーオーダー110連ですね引いていきましたが、 MY17、 FK8、 そしてこの19R、 あの3台がね
新しく入ったわけですが、そのうちの2台が来てくれて、そして前回出ることのなかったこのジュークアールが来てくれました。この車両もね、本当リアリティは高い車両でもあります。ぜひ皆さん無料カーオーダーね、回してゲットしてみてください。僕はね結構好きですね、この形。まあメダルをね貯めて星6プラプラまでして、ちょっとねこういう車両でね、まあ、フレーバードとかね移動で見るのも楽しいんではないでしょうか。ということで、結果 0.010% MY17 が来ることはありませんでしたが、ジューク R FK8 当てることができました。こんな結果となりましたが、第3弾ご期待ください。ということで皆さん今日も見てくださってどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。